はい、フォーラード76、続きやっていきたいと思います。デイリー消化していきましょう。本日は11月11日ですね。よろしくお願いします。アトミックショップ、確認していきましょう。無料のランチボックス。おいちゃま、始めていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ムカワールドのツアーから始めていきたいと思います。確認していきましょう。オイルを含むジャンク解体する。XP 獲得。シェルターに何かを作成するスナリキャスターを倒す。ボードゲームを解体する。変異した敵を倒す。焼けた本を集めるということですね。で、ちょうどね、左下、パブリックイベント。変異イベント発生しておるんで、そちらの方に参加していきましょう。よろしくお願いします。はい、変異した敵を倒す術達成です。はい、XP を獲得2500達成です。はい、オイルを含むチャンク解体する5達成です。はい、水没した操車場にてスナリーギャスターを倒す3達成です。はい、サマーズビルの2階で焼けた本を集める5達成です。ホワイトスプリング避難所でボードゲーム入手して解体して達成ですね。はい、ボードゲームを解体する達成です。はい、シェルターに何かを作成する達成です。そんな感じでデイリーは全て達成になります。今回はこんなとこで終わりたいと思います。よっしゃ。じゃあこれサムネにしよっかな。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。